道の駅福島は県内35番目の道の駅として東北中央自動車道の福島大佐総インターのすぐ近くに完成します。317台が収容できる駐車場と観光案内所やレストランのほか、子どもたちの屋内遊び場やドッグランも整備されます。東北道と中央道のまさにクロスポイントにあるのがこの大佐総道の駅ですから、我々として大勢の方にこちらに行っていただきたいとは思っております。防災環境政策の一つのモデルケースにしていきたいということで、災害など非常時に備え、毛布や非常食を備蓄する防災倉庫や40トンの水を貯水できる貯水槽も完備。およそ4400人分の3日分の飲料水を確保できます。道の駅福島は今月21日から3日間のプレオープンを経て、27日にグランドオープンします。